アイスプレシーズンゲームを見るのが生きがいになってるブラウンです。まあそれ以外楽しみがね。はい、今日は前回に引き続き3円ネオフェニックスについて語ってみたその2ですね。まだ見てないよっていう人は右上の白いやつか、携帯の人は概要欄からどうぞ。そしてもし動画内で紹介しているチームや選手に興味が出た方は概要欄に公式サイトと YouTube チャンネルのリンクを貼っているので、そこからピュピュピューンと飛んでみてください。ということで早速レッツゴー。パワーフォワード、センター、まずはビッグマンとして日本代表をよいしょと引っ張ってきたセンター太田、今シーズンもゴール下での踏ん張りに期待です。よいしょ。次に FIBA ワールドカップ2023の日本代表重点強化選手に選ばれた、あ、これを分かりやすく言うと未来の日本の代表の候補です。いい方ということで、それに選ばれ将来的に日本代表のゴール下を支えるセンター山本。お次はアメリカ出身のビッグマン、パワーフォワード兼センターのカイル・ハート。この選手は身体能力が高く、リングへのアタックが強力。ハイライトを見た感じだと、千葉のセバスチャンサイズをインサイト型にした感じだと思います。そしてそして去年行われたワールドカップで5位の成績を残したセルビア代表のビッグマン、パワーフォワード兼センターのステバン・イェロバツ。この選手は大きなのっぽな選手ながらスリーポイントも打てるストレッチビッグですね。ゴール下でボールをもらい、そこからターンやフェイダーウェイと得点のバリエーションも多いです。ハントがゴーのプレイヤーなら、イエローボツは10のプレイヤーですね。いやー、まさかセルビア代表の方が日本にいらっしゃるなんて、おびっくり。ロスター予想、ここでは開幕戦のロスターを予想していくよ。まずは1番ポイントガードにミレノビッチ。身長が194もあり、これまでポイントガードで一番大きかった191センチのウトよりさらにでかく、常にミスマッチ、エブリデイミスマッチを作れる。パスもうまく、長身とパスセンスを生かし攻撃の起点になるでしょう。次に2番シューティングガードはサディ・ラベナ。得点源として期待大ですね。というか期待しかない。アジア人離れした身体能力でどこまで暴れられるか楽しみです。そして3番スモールフォワードは西川。今シーズンは宇都宮のピークや千葉のショーター、同地区だと滋賀のジョーダン・ハミルトンなど外国籍フォワードの選手とガッツガッツマッチアップするので、どこまで相手のスコアラーを抑えられるか注目です。そして昨シーズンなんと平均得点が2桁超え、過去 10.5 得点を残しているので、今シーズンは少し役割がシューター寄りになるでしょうが、攻撃面の活躍も見たい。続いて4番パワーフォワードはイエロバツ。4番か5番のうちどちらか1人は3ポイントが打てないとインサイドが10の対するので、渋滞な。ハントではなくイエロバツをスタメンに起用するでしょう。ミレノビッチとの外国籍ピックアンドロールを B リーグでやるとどうなるか早く見たいです。最後に5番センターは太田。昨シーズンのプレータイム的にまだ太田さんがスタメン起用だと思います。今シーズンの山本の成長次第ではどうなるかは分かりませんが、このポジションでの日本人ビッグマンがどれだけ頑張れるかで、ミレノビッチのプレータイムにも影響が出るので、もしかすると昨シーズンよりプレータイムが長くなると思います。今シーズンも途中から、昨シーズン大きな大きなインパクトを残したスーパールーキーというか、あと5年はルーキーの川村が来るので、フィリピン代表、セルビア代表、そして日本代表重点強化選手が2人と、つい最近までは代表のゴール下を担っていた選手がいるので、マジで強力なスタメンができると思います。以上、開幕戦のロスター予想でした。順位予想、はい、最後はやっぱりこれ順位予想。早速結論からいきましょう。今シーズン3円ネオフェニックスの順位は西地区8から10位だと思います。ちょっと待て、強力なスタメン言うてたやん、どうしてこの順位なん？ん？理由はコロナの影響で外国人の入国制限がかかってるからですね。これは痛すぎる。外国籍選手3名とラベナを開幕戦までにチームに合流するのが難しいでしょう。となると昨シーズン最低勝率を残してしまったメンバー主体で戦わなくてはいけない。そして今季から指揮を取るビチェンティッチヘッドコーチと、
4番のピッチャーとファイザーも入国制限をもろに食らうはずなので、かなり準備不足の状態でシーズン開幕戦を迎えることになります。しかも開幕戦の相手は千葉。やばいてー、えぐいてー、なんでよりによって強すぎるロスターができたってなってる千葉なん。他の対戦カードはチームパワーがトントンくらいなのに、なんでここだけえぐいてーと言っててもしょうがないね。シーズン開幕直後は我慢の期間だと思いますが、シーズンが進むにつれ外国籍選手とラベナ、そしてスター川村の加入でどんどん戦力アップしていく楽しみができましたね。きっとシーズン中盤以降、サンエンネオフェニックスの逆襲がバババザーンとあるでしょう。とりあえず9月12日土曜日のプレーシーズンゲームは太田と山本のツインタワー楽しみにしてるということで、今回はサンエンネオフェニックスについて話していきました。最後まで見てくれてありがとう。これからも一緒に B リーグを楽しんで、そしてもっともっと盛り上げていきましょう。ではでは。